この俺に届きやしない。燃え尽きろ。全部過去の人たちから学んできた。第七階や仲間たちがいるから前に進んでこられた。今の俺を作っているもんだ。絶対に切らせやしねえ。だったらどうする。分かった。無駄な抵抗しやがって。さくらちゃんと約束したから、お前を連れて帰るって。今度こそ約束を守る。超無臭螺旋処理剣。はあ、でどうなってばよ。お前はここで果てるのさ、ナルト。燃え尽きろ。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。スサノオで終わらせる。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。すげえ。歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん助けを本意させることはかなわず、もはやなすすべがないかに思われ。しかしどうした。まさかもう諦めたわけじゃないだろう。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いやこれまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして
世界のわだかまりすらお前は溶かしてきたんだ。ならあとはたった一人だけだろう。頑固な友を助けることなどお前なら造作もない。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト、こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルト。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、目に炎を灯せ。おたけびをあげろ。さあ、サスケ君が待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。かつて関わった者たちの声を受け、ナルトは再び立ち上がる。友を助けるために。いい加減、しつこいんだよ。さっさと切られやる。おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながり、つながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前はサスケ、お前も知ってんだろ。俺は昔里のみんなに嫌われた。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それに俺はいつも一人だったけど、同じような奴がいるって思って嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何もなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。お前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらも。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。押せ。てめえは一体何がしてんだ。
と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと？やっと変だ。違う、昔から変わらないお前のその態度が。くそ。おい、なったー。やっ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 やお前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口に出て出さないけど俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ。そこまでして俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ俺は。残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。お前は何しやがれ。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ。お前は。ああ、てめえこそいつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だってって言ってんだ俺。バカバカバカ。勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
しまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを、サスケ！やるぞ！死力を尽くして戦い、思いをぶつけ合ったナルトとサスケは互いに重傷を負う。動けなくなった二人は河原に並んで横たわり、ついにサスケは己の負けを認めるのだった。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる？これ以上同じこと言わせんな。つうかお前の方はまだ分かってねえのかよ。そういやお前も意外にバカだったもんな。うるせえよ、うすらトンカチ。その後、ナルトとサスケにより無限つくよみが開示され、囚われていた忍びたちは無事に解放された。こうして長きにわたる争いに終止符が打たれた。そして月日は流れる。己の人道を貫いたナルトは人々に望まれて七代目火影に就任し、木ノ葉隠れの里を見守り続けるのだった。渦巻きナルトの物語はここにひとまずの完結を迎える。